劉備は軍師徐庶の策を得て深夜に曹操軍を退けた。しかし曹操の南進は止まらず、主力たる軍を率い慶州へと進む。そんな中、慶州刺史劉表が病死、その子劉宗が後継となった。劉宗はほどなく曹操に降伏、慶州は曹操のものとなる。一方、劉備は彼を慕う多くの民を従え高陵を目指していた。だが民らの歩みは遅く、劉備を追撃する曹操軍に追いつかれる。まさに窮地。そこへ一時劉備の元を去っていた徐庶が合流。孫権、劉備らとの連合の法と必勝の戦術と劉備に伝えた。これに勇気を得た劉備は曹操に対し迎撃の構えを取る。活路を切り開くべく先陣に立つ張允、張飛、韓平。劉備のもとに集う知略と武勇が今張飯にほとばしる。拙者は韓平、軍神の子なり。みんな疲れている。俺に考えない。とりあえず曹操軍の拠点を押さえる。わかりました、徐庶殿、拙者にお任せください。拠点には兵を伏してください。そこを敵本体迎撃の要所とします。連盟、曹操軍本体が戦場に接近中とのこと。曹操軍の本体が来るまであとわずか。どれだけ準備できるか。どうにもならん。拠点は制圧できたようだ。では我らはここに伏すとし、で勝利を陰性段階段。全力だ。起床。市中に勝つを求めての反撃でしょうか。全力だ。ガクポン起床。全力でお相手します。来たか。やってくれた。ウソ、猫をかむって話ならさせないぜ。
彼らはこの拠点に潜むぞ。ルービの軍師の策、解くと見せてもらおう。逃げ切れんと悟り、抗うか。この気を逃すな。奴を撃ち取り。騎兵の配置は万全だ。これで俺の策もなんとか。では敵本体を伏兵の前におびき寄せます。敵を誘導し中央へ引き寄せてください。劉備が攻めに入った。準備するだけしておく。伏兵を削られたら策がダメになります。警戒されるような行動は控えてください。敵将、拙者が討ち取った。ねえ、曹操様の邪魔をするだか。そんなの、俺らが許さねえぞ。本陣から離れられるとまずい。逃げ惑った上に悪い人が野暮ですね。私が華麗に散らして差し上げましょう。これでどうだ。成功だ。伏兵部隊、包囲を。伏兵での包囲。リバーです。下茶。さあ、今の戦線で前をかける。しまった。この狙いはこれだったかな。さすが著者殿、見事な策だ。あとは拙者たちで曹操軍を撃退せん。いいぞ、その調子だぜ。
上で分を競わん。敵将、拙者が討ち取った。全力だ。我が知略を慣れさせてもらおうか。お前が相手だ。その調子でお願いします。自分はそう思考。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。兵での包囲見ろ。貴様ら勝ちまではこれであるよ。これはきつい。一つ狙うぞ。すごいな、その力。どうやって身につけたんだい？皆の奮戦、そして上昇の気楽のおかげだな。